高月うどん餃子って何名人戦で藤井聡太王将が注文。高月うどん餃子って何 ?14 日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で刺された第81期名人戦、七番勝負、毎日新聞社、朝日新聞社主催、大和証券グループ協賛の第3局二日目。 藤井聡太王将20は昼食のサイドメニューに高月の家庭で愛される一品を頼んだ。高月うどん餃子は肉や卵、ミラなどの餡を皮で包むのではなく、細かく刻んだうどんを混ぜて丸めて焼いたもの。誕生のきっかけは主婦のつながりだ。約40年前、子育て世代の親睦会にあるお母さんが持ってきた見慣れぬ料理が始まりという。 腹持ちが良く子供の軽食にぴったりだとして高槻市北部を中心に広まった。当時、新木会に参加していたのが、高槻うどん餃子の会会長の囲い井、囲い去井、広美さん75挙だ。3人の子供のおやつに何度も作り、自分が開いたおばんざいの店でも提供した。市が我が町の名物を探していた2007年、会をスタート。 19年にご当地グルメの祭典 B1 グランプリで5位に入り、今年3月には次世代に残したい食文化を集めた文化庁の100年フードに選ばれた。盤上の熱戦が続くこの日、会場の外にはうどん餃子の屋台が登場。香ばしい匂いに誘われて将棋ファンが行列した。鉄板に具材を手際よく並べ、 たっぷりの油で焼き上げていくのは大橋久美子さん、53、出来たてを笑顔で手渡すのは松本清美さん、48。かこいさんが愛情込めたうどん餃子で育てた娘たちだ。かこいさんは14日が75歳の誕生日。開店前には娘たちにバースデーソングを歌ってもらった。母の人も重なり、藤井さんが選んでくれたのは3つ目の喜び。 サイドメニューなので難しいかなと思っていたと顔をほころばせた。藤井王将はキノコが苦手とされるが、このメニューには刻んだ椎茸入り。囲いさんはパワーが出るよう気持ちを込めたので、いい結果が出ると信じていると笑った。高月うどん餃子は将棋ファンたちにも好評だった。 京都府向こう市から妻と小学生の子供二人と訪れた男性医師39区は初めて食べた。ニラとうどんがマッチしていて焼き目も香ばしい。藤井さんが食べたことで知名度も爆上がりするのではと話した。大阪府豊中市の小学3年、神崎市要、忍ぶさん8位は柔らかくて美味しいと母よしこさん。 42、と共に完食。仕様さんは将棋を習っており、藤井王将も食べたと知ると、同じように強くなれたらいいな、とは2巻だ。私のチャンネルを共有して購読するように。